して、今日一人で来たの。休憩するのを持って、電話するのがあったの、前から。体がちょっとおかしいんだ。それが心配なんだからね。それもあんまりほら、自分のことがもう心配するはしょうがないからね。それであんま強いことも言ってるんですよ。申し訳なかった。